奈良本千丸は奈良時代の人物。大和国添上軍の農民。京友は朝鮮半島からの都来種族で古代朝鮮語で主張を表すこと見られる。白木では、己地は人命の後につける称号として用いられている。日本初期巻第19には、には、くだら人を能列部が投げかけりとあり、和国の添上軍の山村に住まわせたという話が、 語られている。新先生四六、山和国書茂には、己里氏一族は、出自神大使古外なりとあり、三ツ林屋志長岡伊みき、山村伊みき、桜田連も、同祖としている。張馬国風土器には、鹿間郡に、拠地の里があり土は、上の下なり、右、拠地とを、始めて、これの村にや挙式ゆえ、寄り手、なとなす。 草上というゆえんは、肝心三村等が上祖、母祖虚地がな、この地を言いて田を張りしとき、一周の草あり、そのいたくに良いかりき。ゆえ、草上と泣くという地名由来説話が載せられている。俗に本気巻き、第六の語るところによると、マロは、人となりが好順で、人と付き合って、恨みを受けることがなかった。かつてはママ母に残言され、 父の家に出入りすることができなくなったが、少しも恨む景色がなく、ますます紅葉を尽くした。元明天皇はこれを表彰し、終身租税の負担を免除した、という。この時代、皇順であることは表彰されるべきものであり、文武天皇の御祖父から、下は現存に至るまで、類代高校を尽くす一家があれば、その都の全員の不益を免除し、 家の門や里の入り口にて札を立てて掲示し、吉家とするとなっている。これは、笛祈令十七の、孔子順馬五条によるものである。天平十四年十一月の宇場足更新会に、大和国添上軍中戸里美里子主ならも地位いかと、とあり、マロの同族と想定される。初期巻、第29、巻、第十四には、それぞれ、三村、巨里都人足、 三村、巨佐都市大足の名が現れており、同族と考えられる。また、俗日本語記巻、第十三、上和十年十二月上に、出羽国川辺軍の百姓なら元地豊かつにらに、大滝宿根を賜ったとあり、その先くだら国人なりとしている。ありがとうございます。